皆さん、おはようございます。日本フィロソフィー協会で会長をさせていただいてます、長谷川信之です。いつも聞いていただいてありがとうございます。ですね、今日も、お休み2日目ということで、朝から畑に行ってきまして、今日は、マスターのキミちゃんにいただいたさつまいもの苗を植えてきました。なんか、すごい元気な苗だったので、これから育つのが楽しみだなという反面ですね、土がどうしてもね、粘土質なんで、できんのかなっていうふうに思ってるんですけど、まあできたらまた報告したいなと思います。あと、理事のですね、カーチにもらったごぼうの種を、があるんですけど、それがですね、こう、なんか、やっぱ粘土質だと育ちにくいらしいんですよね。なので、こっちあれどうやって育ててるんだろうとか思いつつ、しかもなんか僕も知らなかったんですけど、調べてるうちにごぼうって、なんかすごい抜くの大変らしいんですね。なんか折れちゃうみたいで。で、いろいろ聞いてると結構大変だなというふうに思いまして、おすすめの植え方があったらまた教えてほしいなというふうに思ってます。すいません、畑の話ばかりで申し訳ないんですけど。はい。でですね、いや、でもこうやってね、なんかやるようになったら、今日も行ったらですね、葉っぱになんか虫がついてて、結構食べられてる葉っぱとかもあるんですよ。なので、あ、本当に普段の、食べてる何気ない野菜とか、なんだろう、お米とかお肉って本当大変なんだなって、やってみて改めてわかりますよね。なんか、そういうことって結構あると思うんですけど、僕も、いつもお話し会とかね、やらせていただくときの受付を、もう僕の担当は基本的に優子さんがやってくれてるんですけど、今回、ちょっとその、マスターさん限定のね、そのカードの見立てみたいな話をさせていただこうと思ってて、その受付を全部自分でやってみたらめちゃくちゃ大変で、もうすごいてんやわんやだったんですよ。だから、ああ、これも含めてやっぱ普段やってみないとわかんないけど、本当ありがたいなというふうに思いまして、この場を借りてですね、いつも助けてくださっている皆様、本当にありがとうございますと言いたいです。はい。ということで、今日はですね、何の話をしようかなというふうに思ったんですけど、固定概念っていうのをね、最近よく喋ってますので、その、ね、簡単な作り方っていうのを、今日は喋りたいなというふうに思います。まさかの、固定概念の、外し方じゃなくて作り方っていうのを喋りたいなと。逆に言うと作り方が分かったら外し方も分かるんじゃないかなというふうに思いまして。でも、これを、考えてみて思ったんですけど、あ、これってやっぱりすごい根が深いなというふうに思いまして、ちょっと今日はそんな話をしたいなというふうに思います。固定概念ってね、こうあるべきとか、英語とかいろんな言い方するかもしれないんですけど、ちょっとその意味がちょっとね、微妙に英語とか答え方には違うかもしれないんですけど、そういうなんか、いわゆるこうあるべきみたいなやつですね。っていうのがどうやってできていってるのか。で、多分すごいみんなめちゃくちゃ思ってると思うんですよ。僕もすごいありますし、ない人いないと思うんですね。なので、わかりやすいその簡単な作り方をね、今から喋りたいなというふうに思うんですけど、僕、ご存知の方も多いと思うんですけど、食べるのが、めちゃくちゃ早いんですよ。で、これね、生まれつき早いかっていうと全然そういうわけじゃなくて、生まれつきはむしろめちゃくちゃ食べるのが遅くって、よく学校の給食とかだったら、もう小学校1年生、2年生の時とかは、もう担任の、先生がめちゃくちゃ厳しい先生で、残すのは許されないんですよ。だから、食べ終わるまで、帰れないっていう風な感じで、僕と内藤さんっていうもう一人食の細い子だけ二人、ずっと昼休みも5時間目も、食べ続けてて、で、食べ終わるまで帰らせてもらえないみたいな、今思ったらなかなかのね、ハラスメントだったなっていうふうに思うんですけど、確かにそうやって食事のことをね、大事にするのは大事だなって思うんですけど、なかなかパンチ的な動きだったなって今思った思うんですけど、それぐらい食べるのが遅かったんですよ。
でも今はめちゃくちゃ早いんですね。それはなんでかっていう話なんです。で僕、多分食べるのが遅かったのはと並行して胃腸もめちゃくちゃ弱いんですよ。なので結構食べた後に下しちゃうことがあるので、まあなんか交差中とかでも味全然返ってこないなとかいうこと結構あるんじゃないかなというふうに思うんですけど、それぐらいあんまり消化器系も強くないのに食べるのがめちゃくちゃ早いと、これ矛盾してるんですね。でこれなんでかっていうのをちょっとね、思い返してみたら、僕は副会長のねヒロポンと同じ師匠がいるわけなんですけど、もう、僕らが若い時のね師匠っていうのはもう絶対でして、師匠がどんなに理不尽なことを言おうと師匠のことは絶対だったです。でその時に、師匠とですね、ある日朝ごはん食べてまして、で師匠と、もう一人師匠の弟子の人がいたんですけど、でなんかそれで朝ごはん誘ってもらうと結構珍しいので、ちょっとまあ嬉しくって行ったんですね。ただまあめちゃくちゃ緊張してて、でしかもなんかね、今思ったあれ師匠の奥さんじゃない人、女性がいたような気がするんですけど、ちょっと忘れちゃった。うん。で、その辺はね、ちょっと深掘りしないでおきますけど、で、その時にですね、なんかその女性がね、注文するのに、なんか食べれないとかって言うんですよ。そしたら、僕が、一番若かったので、で、中須賀に食ってもらえるということで、僕の方に食べるものが回ってくるんですけど、まあ、それは結構ね、あることだと思うんですけど、ただ、そこで問題なのはですね、師匠がですね、めちゃくちゃ食べるのが早かったんです。なので、もうほんと一瞬できたやつを食べちゃって、で、僕はもういろんな話がしたいから、すごいそこを楽しみにしてるのに、もう師匠は何も喋らず食べちゃうんですよ。で、で僕の目の前にはすごいたくさんの食べるものがありまして、それをもう一生懸命食べるんですけど、僕は食べるのが遅いわけなんです。で僕が全然半分も食べてない時に師匠はもう食べ終わっちゃって、で僕が食べるのをずっと待ってるんですよ。でその弟子の人も師匠が食べるの早いのが分かってるから、めちゃくちゃ食うの早いんですね。でみんな食べ終わってんのに僕だけ食べ終わってないっていう感じでして、でもうすごいやばい空気が流れるんですよ。で、まあ、だから僕はもう喋る暇なんかなくて、とにかくずっと食べてるんですけど、もともとその若い時はその食が太い方ではなかったので、全然入れないけど、なんかその空気感的になんか自分が注文したものを残すのか、しかも師匠がお金を出してくれるのにみたいな感じの空気感が流れ続けてまして、もう、なんとか食べたけど食べれないみたいな感じなんです。その時に、師匠が、いや、やっぱ飯が遅いやつは仕事ができないなって言ったんですよ。で、それがもうズドーンって入ってきまして、なんかわかんないんですけど、それから僕の中では、仕事ができる人は飯を食べるのが早い、ご飯を食べるのが早いっていう風に、インプットされまして、そこからどん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 早くなっていったんですね。なんかやっぱり仕事ができないよりは仕事ができる人でいたいなっていうふうに思ったんだと思うんですけど、それでなんかもう気づけばものすごい早くなっちゃったんですよ。でこれ今思えばすごいおかしな話で、だってご飯を食べるのが遅いっていうのは、まあ多分事実だと思うんです。でも、この前の話じゃないですけど、仕事ができないっていうのは妄想なんですね。完全に。なので、なんですけど、ああいう風な環境で、ああいう風に言われると、あ、そういうもんなんだっていう風に思っちゃって、そこの事実と妄想がくっついちゃう。結果、固定概念ができる。要は、ご飯を食べるのが遅い人は仕事ができないっていう固定概念ができるんですね。これって、結構あるんじゃないかなという風に思いまして、実は同じような教育を受けて育ったのが副会長でもあって、彼もめちゃくちゃ食うの早いんですね。で、やっぱりね、一緒にご飯食べてて、ちょっと、
でご飯食べるのが遅い後輩とかが言うと、あの飯が遅いやつは仕事ができないって言ってるのを見たことあるし、で僕も多分言ってたと思うんですね。でもこれってあの綺麗な固定概念だなというふうに思いまして、だからあのまあそういう男性が多いところからやっぱ今はその女性が多いなんかフィードというかでやらせていただいてますので、あの当然僕らよりもあの食べるのが遅い人ばっかりなんですけど、あの不思議とですね、あの教会メンバーとかでもあの例えばあのゆうこさんなんかでも昔食べるのはすんごい遅かったと思うんですけど、今もめちゃくちゃ早くなっちゃってるです。あ、これ固定概念の連鎖が生まれてるなというふうに思いまして、これってあんま良くないんじゃないかなっていうふうに、これを喋りたいなって思ってから思ったんですけど、なので、この、固定概念っていうのは結局自分に強い影響を与える人っていうのから言われたら結構そうなんだって思っちゃうんですよね。だから、子供の時に親から言われたことっていうのはすごい残ってるんじゃないかなというふうに思いまして、なのでこの固定概念って多分簡単にできるし、今この瞬間も多分できちゃってる場合がすごいいっぱいあるので、ってことはこれを解こうと思うとやっぱりあの自分が思ってることの事実と妄想っていうのをきれいに分けていくっていう作業がまずは大事なんじゃないかなというふうに思いまして、今日はこんな話をさせていただきました。いつも聞いていただいてありがとうございます。じゃあ今日はこんな感じで終わりたいと思います。それではまた、バイバーイ。